妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。了解だよ姉ちゃん。今日の湯戦車は、ソ連のキア10中戦車、K91 だね。うむ。マップは万里の長城がモチーフの帝国境界線、マッチングはキア9と10だな。それじゃあ、初動は北東に向かおうか。了解だよ姉ちゃん。味方の動きは、一緒に来てくれるのはオブジェ430バージョン2だけで、他はみんな中央に行ったかな。そうだねお姉ちゃん。ちょっと手薄だよね。うむ。だけど中央が多いのなら、それはそれでや理由はあるかな。ここは正面から敵が来てもそのまま打ち合わず、中央の味方の車線が通る場所に敵を誘導できるような戦いをしようか。了解だよ姉ちゃん。でも具体的には、どうすればいいの？簡単なことだ妹よ。右への曲がり角まで一気に行って、右に曲がってから戦うだけだ。了解だよ姉ちゃん。早速敵を発見だな。このまま曲がり角まで行っちゃうんだ。了解だよ姉ちゃん。ふっふっふ、DPM モンスターのこの子に、DPM ダメダメなその子で挑むとは、愚かなり。挑んだのは私たちだし、向こうは容赦なく突撃されるとは、思っていなかったと思うよ。ナイス撃破だ妹よ。ところで、何か言ったかな？なんでもないよ姉ちゃん。そうかそうか、ナイス理解切りだ妹よ。M60 が一騎打ちを仕掛けに来たか。だが、DPM 勝負でこの子が負けることなんて、ありえないのだよ。お、最後は中央の味方さんの援護射撃か。中央に味方がいっぱいだから、安心だね。うむ、いい感じだな。おっと、まさか敵は E100 まで来ていたとは。どうしようお姉ちゃん、さすがに不利だよね。うむ、すでにヘルスが半分ほどのこの状態では、勝ち目は薄いな。だが、敵をこちらにおびき寄せて、背後からの援護射撃をもらえればあるいは。了解だよ姉ちゃん。敵が来るのを待ってみるね。うむ。有利な場所におびき寄せるのもまた戦いというものだからな。で、君は一体どこからやってきたのかな？完全に想定外の敵なんだけど。本当だねお姉ちゃん。ミニマップに一度も映ってなかったよね。うむ。だが、いい感じに味方の自走砲さんたちが削ってくれたな。よし、ナイス撃破だ妹よ。これもおびき寄せ作戦のおかげかな。うむ、そういうことだな。敵の K91 を味方が倒しちゃったのはいいんだけど、E100 が来ないね。これはどういうことなんだろう。味方のピコピコを見ると、E100 一人で自陣に向かっていったのかな。なるほど、それじゃあ私たちは E100 を追撃しようか。了解だよ姉ちゃん。味方もついてきてくれているし、残党狩りモードでいいよね。うむ。一発は耐えるし、問題ないだろう。それにしても E100 どこ行ったのかな？見えないな。本当だねお姉ちゃん。トト、右だ妹よ。了解だよ姉ちゃん。今のは、都合がいいことに理体だけをかすめたみたいだな。てむー、これは敵の自走砲か。よしよし、それじゃあ急いで自走狩りに参加しようか。了解だよ姉ちゃん。そういえばお姉ちゃん、この子の俯瞰って、左右何度くらいから9度取れるのかな？そういえば、その手の話はしたことなかったな。この子の場合、正面左右それぞれ25度までは、車体が邪魔で俯瞰が5度しか取れないんだ。その後車体に引っかからない感じで徐々に俯瞰が増えていって、最終的に俯瞰が9度取れるのは、
左右32度以上横を向いた時だったかな。左右32度って言うと、結構横を向かないとなんだね。うむ。そのせいで不覚を利用したハルダウンは、すごくやりにくいんだよね。おっと、試合終了みたいだな。成績発表。ヨダメ5234、キル数2、アシスト876、棒ダメ870。スコアはチーム内2位で、大口径をゲットだね。収支は、なんでか赤字だな。E100 には禁断を売ったけど、そんな数売ってないよね。お姉ちゃん、E100 に挑もうとした時に禁断に変えたから。ソ連の抽選者にも禁断を売ってたみたい。なるほど、それで赤字なのか。まあ、今日は活躍できたし、ボンズも7ゲットできたから、ちょっとの赤字くらいにしようか。そうだねお姉ちゃん。それでは、ご視聴ありがとうございました。